チャーリー、ダルゴナコーヒーを作る。飲む液ボウルと、これ後で混ぜるって。豆乳と、30年前のミキサーと、水とコーヒーとお砂糖、大さじ4、うん、多いね。多いと思わない？おかしいと思って、大さじ4は。うん、じゃあこれで終わるよ。うん、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 これがいい。朝で1だよね、うんうん、あと1杯足りないの、しかして。いや、足りる、足りる。3ボンと、いいんじゃない？3ボン、お水も大さじ2、大さじ2。心の準備は？はい、どうぞ。あ、ねね、あ、わからん。いくよ。うん、まだ。うん、ちょっと待った。いいんじゃない？なんかチョコレート、クリームみたい。ねえ、美味しそうだね。美味しそうって。この、これだけ食べたら苦いでしょ、多分。何割ぐらいじゃない？じゃあ、苦いと思うので。触ってみて。うん。あ、これだけでも美味しそうだけど。うん。舐めてみてきて。なんで私が自分、コーヒー飲めんからさ。ビトってことでしょ、ね、多分。苦い。コーヒー？無理無理無理。じゃあダーリンが無理。自分は無理？うん。うん。なんか柔らかいね。うん。落ちないと思う。あのカナエコみたいなことは起きないってよ。うん。平らにするのが難しい。え、そのままが可愛いと思うけど。うん。違う、そう。隙間が空いてるさ、今。私の考えでは先に味見しない。ねえ、どっちがいいと思う、うん、てかこのチョコも苦いやつなんで、うん、もう可愛くない？見て、もういいんじゃない？え、それは危険、それは危険それは違うと思って。でも結構斜めにしても頑張った、この子。可愛いと思う、この上のさ、うん、ね、チョコ、スタバ、売ってゴディバ、ゴディバ、これ600円取る。上は苦いんでしょ、これ飲む、うん、あ、混ぜてからでしょ、うん、混ぜるよ、うん、混ざるのかね、これ。誰が考えた？韓国人？食べていい？うん。おお。違う。うん。これは食べ物じゃない。食べ物じゃない。上は？うん。チョコレートのプリン。ダーリン飲めないと思うよ。作ったのに？アイムとかローソンのさ、カフェオレ砂糖なしの気分ではない。あれは飲めるよ。シロップが欲しい。液体の。この栄光の気持ちが分かったって今。苦いのが。でもあの人もっと入れたんでしょ。うん。そこからさ、豆乳を取り出してるつもりだけど、粉。だーらん、苦い。あ、でもだいぶマシになってると思ってる。一緒じゃない？苦いからね、みんな結構マシだって。変わらん。あ、これよりはクリーミーでしょ。なんかチョコも苦かったって、ね、72% なんか間違ってるよ。砂糖入れる、うん、ブラック好きの私でもすごい苦味を感じているよ今、うん、なんでこの砂糖とりあえずいっぱい入れて。ガブガブ飲める感じじゃないね、うん、ダルゴナコーヒーに話しかかる。カカオ、ココア、これもだから甘くないよ。
賞味期限切れてるぜ。うん。見た目はの可愛さと味が合ってない。なんでさっきからそんな意味わからない量を入れてるの？すべての味をごまかしている。チョコレートが手の上で溶け放題なんです。うん。チョコレートちょうだい。映えるけど味は期待に応えなかった。想像と違ったって。想像と違ったね。うん。どんなの想像してたんだろう。カフェラテができると思ってたって。私もこの意味わからんぐらいも外入れていい。うん。恐ろしい量の砂糖。うん。ちょっと出た。この砂糖も溶けんからさ、ただジャリジャリして終わりってもん。うん。これはさ、もう少し大人が大人になってから飲んだ方がいい。私これ後であのコーンフレーク食べるときにこれ混ぜるって。終わりな、うん、体に悪い気がしかしない。苦すぎて。あ、安いコーヒーだからダメ。普通にチョコレート食べてた、うん、じゃあ小さじ1、小さじ1、小さじ1で作ってもらったかもしれない。大さじ1、大さじ1、砂糖5ぐらい。うん、そしたらあのクリーミーになるかね。切った切った切った。ものすごく簡易包装になってる。うん、素晴らしいね。じゃじゃーん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 。ナッシュ。あ、いいんじゃない？最近の私の色。日頃の私の色。紫。日頃の私の色。うん。ほらね、こういう生地の太いね、デジ。うん。こっちはちょっと滑るため持ってる。臭い。じゃあこの100均のゴムのは足開きすぎた時にくるくるくるってなって綱ロープみたいになるから、これだったらくるくるってならないから、うん、ライトミディアム、うん、おおハード。硬いよこれ。これを使う日は来ないかもしれない。とりあえず臭いって。これでさらに頑張れる、うん、なんかエクササイズのあれ何囲まれてるダーリン。うん、新しい安いカバン。うん、ウォーターモロパクルのカバン。うん、あ、そっか、緑にしたんだった。うん、思ったよりちっちゃかったけど大丈夫？でも可愛いと思うって。うん、いいよね。この中のオレンジがパクリなんじゃないの？オレンジと素材がパクリ。うん、ポケット1、2、3。あのロゴのところもね、なんかね。肩にするんだった？肩には厳しい。入らなくもないけど。明日から持っていく？お弁当と水筒と財布と。いい買い物した。ここに自分の携帯入る。入った。うん、大事。全然いいと思う。これが2000円ぐらいだったらさ。よかったね。でおかしいよね、この B6 サイズでさ、1800円くらいだったけどさ、 A4 の縦版のやつがさ、1100円だったっていうのがさ、手に持つのがビジネスマンっぽいと思ったわけ。リュックよりかはさ、あのネズミ色の大人っぽいわけ。まだ大人に見える。うん、じゃあこれグリーンね、ライトさね。うん、ピンクもやってみて。ピンク紫上がらんと思ったし。うん、じゃあもうすでに筋肉痛が変わる？これは一応まだいけるかな。これの方がやっぱ抵抗があるから、うん、やってる感があるかもしれん。うん、紫、恐怖の紫。何もやってよ。うん、自分毛が引っかかると思って。この生地は多分大丈夫じゃない？内側にゴムがある。あ、全然違う。伸びてる気もしないけど。そう、なんかこういうのあるよね。うん、マッチョになる。そう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 、だけ。そう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 、どう？うん、じゃあこれライトだよ。うん、ミディアム。足がもともと大きいからあれじゃない？広がるのがもうちょっとしかないんじゃない？ケチ？膝の方がいてる。お尻アップ。ここにケツが上がるわけ。そうそうそう。
硬いね、それはね。お、上がってる。でもムチムチなってる、太ももが。どっちが効いてる？これの方が硬いからな。こっちに、あの太ももの裏に来るような感じ。これで、ほい。足の運動になってる。ヒップアップ。全然関係ないと思って。足にはかかってないですよ。ただの腹巻き、鉢巻き。とっても日常、家計をしている。うん、ルッキーのお悩みやからな。なんかさ、魚の味がしたよ。何入れたんだった？